マッツァル国立公園は、エストニアラーネ県にある国立公園であり、また自然保護区でもある。ヨーロッパにおいて、渡り鳥が秋を過ごすのに最も重要活大規模な場所の一つである。マッツァルの地において、初の科学的な調査が行われたのは1870年頃のことで、タルテ大学で自然史博物館のキュレーターを務めていたバレリアン・ルソーが、 マッツァル湾近郊の鳥類の概要を示したのが最初である。1928年から1936年には、エーリック・クマリがマッツァルの鳥類を調査し、この地を鳥類保護区にすることを提言した。刑務鳥類観察棟1945年には、 科学的調査は正式なものとなり、エストニア科学アカデミーの植物学及び動物学の研究基地がペナジョに設立された。そして1957年にマッツァル自然保護区は設立された。目的は主に鳥類の巣作り、関羽、渡りの保護などである。初の上勤者である管理者や科学者は、翌1958年から勤務を開始した。 ペナジョ研究基地の業務は新たに作られた自然保護区の管理センターに引き継がれた。鳥類標識調査の管理を行う鳥類標識調査センターもまたペナジョに置かれた。1976年、マッツァルは特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約登録湿地に加えられた。2003年には欧州評議会から マッツァル自然保護区における多数の鳥類や他の種の生息に関する多様性の維持に成功していることが評価され欧州自然保護地域賞を受賞した。これはエストニアで最初にして唯一のことである。2004年にはこれまでの自然保護区の領域がマッツァル国立公園として格上げされた。軽ム鳥類観察塔からのマッツァル湾の眺望マッツァル国立公園は カサリ川と周囲のデルタ地帯に加えて、マッツァル湾を取り囲む486.6平方キロメートルの陸地と水域の範囲に及ぶ。それらには氾濫、原、沿岸の草原、ヨシ湿原、森林地帯、そして40以上の島々がある、湾に面したベーナマリー海の一部からなる。マッツァル湾は浅くて、塩分は薄く、栄養分に富んでいる。 湾の奥行きは 18km であり、幅は 6km である。平均水深はわずか 1.5m しかなく、最大水深でも 3m に過ぎない。飾り川は、マッツァル湾に流れ込むいくつかの川の中で、最大のものである。飾り川のデルタ地帯は1930年から1960年に、行われた春節により、天然の状態から改変されている。 主要な流路を囲んでいるヨシとイグサからなる湿原は毎年西へ100メートル拡大している。飛行中の黒鶴の群れ川は3500平方キロメートル以上の流域から栄養分に富んだ沈殿物を湾内に運び込む。沈殿物は川の河口に堆積し、それはヨシ湿原の拡大の要因となっている。マッツァルでは 合計275種の鳥類が記録された。それらのうち175種はこの地で巣を作り、33種は移動途中の水鳥である。49種の魚類と47種の哺乳類、それに加えて772種のイカンタバ植物が記録されている。毎年春に200万羽以上の水鳥がマッサルを通過する。 最大で2万羽に達する、カオジロガンの群れ、2万羽以上のハイイロガン、そして数千羽の賞金類は、沿岸の牧草地で羽を休める。最も多数を占める渡り鳥は氷ガモである。おおよそ3万5千から4万羽のカモ類は、ヨシ出現で、春の一時を過ごす。秋になると、約30万羽の水鳥が、マッサルを通過していく。 マッツァルの湿地は、クロズルのヨーロッパ最大の飛来地として知られている。クロズルの今まで記録された中で最大の数は2万3000羽であった。マッツァル国際自然映画祭は、毎年秋にリフラという街の近郊で模様される。映画祭はヒエリ団体、MTU マゾルルーデスフィルミドフェスティバルによって、組織され、2003年の後半に企画された。 最初の映画祭は2003年10月3日から5日にかけて7カ国から23本の映画が互いに競い合った。その年は2500人以上の観客が訪れた。2回目は2004年の9月23日から25日に開催され、14カ国から35本の映画と5000人以上の観客が集まった。 3回目は2005年の9月22日から25日の4日間開催され16カ国から39本の映画と7000人以上の観客が集まった。こうして2007年まで毎年開催され回を重ねるごとに規模が大きくなっている。以上の文献のうちエストニア語のものは日本語版作成の際内容の参照はしておりません。ありがとうございます。